おはようございます、おしゃすです。ちょっと腹が減ったということで、今日は僕の芸人時代の同期のメンマちゃんっていう人にうめえラーメン屋に連れてってもらえるということで、ちょっと渋谷に来てます。メンマちゃん、どうもー、ラーメン大好き芸人、ちょうど車通ってほんとタイミング悪い男だね。俺が喋り出すとちょうど車通るね。よその県にラーメン食いに行ったら電車は止まるめちゃめちゃよ。新潟旅行中止になりましたどうも改めまして、ラーメン大好き芸人北川メンマと申します。よろしくお願いします。今日はどんなラーメン屋に連れてってもらえるんですか。今日ですね、はい、おしゃすにぜひ食べてもらいたいのは、はい、渋谷駅にある千葉からさん。千葉からさん、まあ、ちょっとね、あの今すげえとぼけた顔出してるけど、うん、ちょっと予習してきたんよ見てんのね。ちょっとその お店の名前で聞いてたから、そのどういうとこだろうと思って見たら、まあその二郎系な感じで、そうそうそう、豚がめっちゃうまそ そうな、こんなよ、分厚くね、プルプルのね、チャーシューがめちゃめちゃ美味しい、ね、ちょっと行きますか。ぜひ行きましょう。麺が届きまして、いただきますから食べていきたいと思うんですけども、普段こんなねナレーションなんかしないんですけども、もう本当にラーメンが非常に美味しかったので、食べてる最中何も喋ってなかったんですね。だから今回はちょっとナレーションで乗り切ろうと思いまして、僕の仲良しの竹花リベンジ君のナレーションを参考にしていきたいと思いますということで、この麺から実況していきたいですね。麺をずるりとすすり上げまして、これが非常に美味しいなんて言おうとしてたら天地返しをやってますね。この天地返しというのは、この麺と野菜をひっくり返すことによって、こう麺を冷やしつつ野菜にスープは非常にこの濃厚で美味しそうですね。ずるりと飲むともう本当に口の中で広がるんですよね。そして麺を大量に持ち上げるとゾロリと落ちまして、これをすすります。そして卵を食べると下がパカッと割れまして、もう非常に美味しいんですね。そしてスープで流し込むと口からもやしが飛び出します。そして水をごきゅりごきゅりと飲みまして、麺をすすって、そしてまたすすってすすって、そして豚を見せびらかして、麺がちょっと引っかかってますけど、この分厚さ見てください。パクリと食べると非常に美味しい。残してないよ。残してないよ別に。ポケット入れたろ。入れてねえよ。何ポケット入れ。最後のちょっと残った野菜とかをそのレンジに入れてすするとき、食ったなーっていう感あるよね。なんか終わりだっていうなんかね。達成感あるよね。そう、最後ちょこちょこ入れて食べる。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いやもういいラーメン紹介してくれたね、本当に。とんでもない店でしょ。マジで食いに来た方がいいですよ。これめちゃめちゃ美味しいんですよ、本当に。本当にね、ちょっとね、僕渋谷に、うん、二郎系が、うん、今まで あそこ野郎ラーメン、うん、他にもあるけど、うんうん、本当にね、二郎みたいなの食いたいなって時、うん、なかなかなかったの。そうただこれからはもう芝から芝からめっちゃ来やすいし、ただそのまあ二郎とまた違うちょっとね、味わいがね、ジャンルはね、もう千葉からっていう食べ物がね、いやすごいマジで、これが渋谷に来てくれたことってもう奇跡なの、本当に。あ、なるほど。ネイマールが J リーグ来たみたいな、もうそうまさにそう、まさにそう、そんなレベル。いやしかもね、メンマちゃんにおごってもらって本当に食わしてもらって僕が出したんです。ありがとうございます。僕が出したんです、ね、マジで。またいつでもまたお願いします。またおごってもらって人の金で豚増しやがった。